行こう。し、いざ行こう。いざ。これで揃ったな。早く昇格を装置に戻そうぜ。多分それで大丈夫です。レポートにはそう書いてありますので。しばし待とう。元通りになるといいのでござるが。ジレタに倒れてるぞ。この装置はオイラたちが直したんだ。オイラたちに感謝しろよな。このような邪魔さえ入っていなければ私たちは完璧な休暇を過ごせていたというのに。ふん、さっさと私と進化たちに詫びよ。先に失礼する。おい、俺を置いていくなよ。ペルシコフさんがまだここにいるんだぞ。助けないと。あの二人は目が覚めたみたいだな。どうやら修復に成功したようでござる。やったー。じゃあオイラたちもここを離れようぜ。おう。でも今考えるとあそこってオイラたちの拠点でもある気がするぞ。仮住まいってやつだな。ヒヒヒ。あそこは雄野浄土兼土道王国大使館。え、言いづらいな。おいら覚えやすい名前の方がいいと思うぞ。さ、行こうぜ。
のどかな時間がもっと増えると嬉しいのですが。家に着いていっぱい食べて、椅子でのんびりして、ようやく落ち着けたぜ。ゆうや浄土の正体、満足してくれたかしら。おう、大満足だ。よかったです。お嬢様が進化の皆様を招いたのは、我らが聖国の降臨を見届けていただくためだけでなく、安らぎを与え。すごく良かったぜ。あたい、ここが好きだ。本当に来て良かった。ここは永遠なる楽土となるだろう。お嬢様は今後もあなた方と一緒に遊びたい。おう、もちろんだぜ。時間が空いたらリーウェに来いよ。そうだ、リーウェで一番美味しい飯屋は、それから劇を見たかったらウッキンを訪ねるといい。ほう、深淵殿が進めるなら興味が湧いてきた。旅人、拙者に一つ案があるのでござるが、稲妻には焼きスミレウリなる食べ物があり、その風味はさ、稲妻で食べたのでござるか。それは頂上。拙者もお主のようにいろいろなところへ、実に嬉しい言葉でござるな。ここにいたんですね。一つ問題が見つかりました。すでに装置を修復したというのに、島の元凶がまだ消えていません。うむ、それは拙者も気づいていたでござる。だが元凶の誕生、ええ、それに私の水裏の番が元に戻り、使えるようになったので占ってみたところ、占いの結果に理解できないものがあったのです。装置によるもの、あるいはすみません、それは私にも分かりません。ただ確かなのは、今のところこの力に攻撃の意思が。はい、邪魔がなくなり休暇を楽しめるようになったとはいえ、私もフィッシュル殿をお守りすると約束した以上。ええ、お願いします。はあ、彼女たちはのんきですから。今回の件は私。おお、なんだ。そっか、金融野郎に連絡するんだな。あれれ、やっと僕に連絡をくれたの。遊びに夢中で僕のことなんか忘れちゃった。違うぞ、金融野郎。おいらたち奇妙なことに遭遇。奇妙な装置、神を模した能力。その言い方、お前も知らなかった。僕はただ酒場で小銭を稼いでる吟遊詩人に過ぎない。こいつまたそうやって。それよりも旅人にパイモン、今回は思う存分楽しめたかな。うん、すっごく楽しかったぞ。ならよかった。旅の意味は心の記録にあるんだ。忘れられない体験を残すことができれば、その謎の声が誰なのかは知らないけど、少なくとも彼女は君たちに危害を加えることはなかった。その点から見て、彼女の行動は善意によるものだったんじゃないかな。そうじゃなかったら。確かにその通りだ。安心してくれたようでよかったよ。じゃ、思う存分遊んできて。その美しい思い出をすべて記録し、詩歌を書こうと思う。それじゃあ君たちの帰りを待ってるよ。吟遊野郎が大丈夫って言うんなら、たっ、なんて言ったってあいつも神だしな。もう戻ろうぜ。みんなを待たせたら悪いし、さっきフィッシュルがカニを捕まえに行きたいって言ってたんだよな。こたびの件を解決したあなたは、その充足感と喜びに満たされているのかしら。安心して、危害は加えないわ。というより、私はただ偶然この海域を通った小鳥。
たまたまここには私と関係する力があった。それが気になって浜辺に降り立ち、本当に面白かったわ。公務で忙しくとも海島に来た人、そして後から来たあなたたちも言うまでもなく、輝くあなたたちの玄武はまるで海面上の泡のように私は遠出することができないの。あなたたちのような自由な人がとても羨ましい。言ったはず。私に目的はない。あなたは特別な人よ。異なる色彩を放って私の名前は気にしないで。おそらくその時が来たら、きっとあなたも私のことを知るはずよ。刀は技を支え、失礼。